アンクレット。あ、今日も花粉つらかった。私はそうでもなかったです、今日は。はい、 Wi-Fi 使って、どうなんだろうね。多分ね、でもこっちのやつがちょっと充電なさすぎてかもしれない、もしかしたら。そう、4月のアンク、あ、ね、アンクレットといえばすごい嬉しいことがあって、この前こうアクセサリーショップに行った時に、そう、行った時にアンクレットが売ってあって、そうで、アンクレットが売ってあって、あ、アンクレットだと思って、私も頭の中11月のアンクレット流れてて、そうで、まあ、私アンクレットは買わなかったんだけど で、なんか隣にいた女の子2人組ぐらいが「アンクレットだ」みたいな、私、アンクレット、あれで知ったって。AKB の、ボタンかけ間違えてないですよ、私。ほら。えへへ。そう。隣の女の子たちが、私、AKB の曲で知ったんだよね。あ、あれでしょ？ 11 月のアンクレット、みたいな言ってて。ふふ。わーい、と思った。でも 全然、そんな、あ、もしかして隣にいるのは11月のアンクレット初選抜の滝なめこちゃんじゃん、とはなんないけど とはなんないけど、そりゃ そりゃなんないけど、まあ、いつかはなるといいですね。はい、そう、まさか、まだそこまでは行ってないですからね、滝の、まだまだ、なんないですよ。はい、私も当たってました、アピールしないです、しないです。はい、あ、今日配信ないかと思いました、ごめんなさい、予約を入れるのが遅くなっちゃって。でも実はですね、9時過ぎぐらいにはメールでは配信しますって言ってたので、そう、私ね、メールでね、配信予定を言った後にね、そう、予約を入れるのを忘れちゃうんですよ。もしこう私のショールームをすごく楽しみにね、してくださってるんだったら、ぜひこう STN メールをおすすめします おすすめします。そう、スタイルの良さが評判になってたね、地下で、地下で GOD じゃなくて地下でなったの、そう、黒ず、黒ず、さすが意味1000点以上、イエイ、黒ず、お腹すいたなー、水筒の上でお肌すべすべ、そう、お肌すべすべになりました。と一時期ちょっと肌荒れがやばかったんですけど、お腹すいたな、夜ご飯食べたのに、あ、ラーメン食べてるな、ラーメン食べたいよ、ラーメン食べたいよ。メール取り始めるなら誕生日の月がいいですかね。ああ、そう、うん、そうだね。でもお誕生日の月っていうよりは、月始めがおすすめかなって思います。うん。あ、お腹すいた。なんか、すごい、今、お腹と背中くっついちゃう。え、違うの。晩ご飯食べたの。晩ご飯食べたんです。そう。晩ご飯食べたのに。なんでだろう。私も一緒に頑張りましょう。
あ、今日も窓開いてます。安定の。もう窓を開ける季節になったんだなと思って。えへへ。上野さん、ジョイの鐘やったけど、ユミリンもできるの？前はできたかもしれないけど、今やれって言われたらちょっと難しいかな。あれ結構特殊奏法で、普通の人はあの音出ないんですよ。こう、なんだろうな。普通の音、プラス、こう、いろいろ試行錯誤してる特殊奏法なんですよ、あれは。そう。だからちょっとあんまりブランクがあると、そう、ちょっとだから私今出せって言われたらちょっとできないかな。最近全然吹いてないから。そう、高テクニックです。みんながみんなあれが吹けるわけじゃないです。本当にすごい、すごい方です、上野さん。私も上野さんの演奏会に行きたくって、でも結局行けなかったんだよな。そう、友達が行ってて、すごい羨ましかった。一緒に写真も撮ってていいなーって思った記憶があります。こう、やっぱりなかなか山口にいると東京の演奏会とかってこう見に行く機会がなくって、どうしても山口での演奏会とか、まあ行けて広島とかしか行けなかったな。お宅なら遠征します。あ、そうだな、そうだ、みんな来てくれてるもんね。すごいありがたいです。ただ私は学生の時はこう土日も一日部活があったりとかで、そう、なかなかね、そう、いけなかったり。だから本当にすごい、オタクの遠征力すごいと。そう、ファンの人の、すごい、あなたはどこに住んでるんですかっていう方が、本当にたくさんいて、本当にありがたいと思います。そう、東京にもいる、広島でも見る、あれ？あなたは一体どこの方ですか？っていう そう。すごいですよね。もう結婚してあげて そしたら私、一夫多妻制ならぬ、い、い、いふ、一妻多夫制になっちゃう お前つってやつね。お前つってどういう意味なんだろう。お前、いつの人？みたいな お前いつもいるな。なるほど。お前いつぶりと思ってね。私もちょっとなんか、なんだろうな。そう、なるほど、いつもいるな。なるほど、お前いつ お前いつ お前いつって。そう、納得納得。お前いつもいるやん。なるほどね。へえ、なるほど。お前いつ今日はマンゴー食べてないです。先のレアお前いつになりたい。おお、よろしくお願いします。会いたい気持ちがあればどこでも行くのが男より。お、男の中の男、すごい。へえ、じゃああれだね、早速あさってか、あさっての握手会から 使おう あさっては東西握手会が幕張メッセで。
ありますので、ぜひぜひ皆さん、はい、東西握手会はそう、個別握手券じゃなくってそう、普通のタイプ A から G までの暗闇を買ってくださったら来れるので、ぜひぜひ。ただね、お前つは私がこう覚えるっていうのが条件なので、はい、ちょっと私も頑張ります、はい頑張ります。うーん、あ、弟に剣あげた。すごい仲いいんですね。じゃ弟さんお待ちしてます。あ、人のことお前って言わないな。確かにそれはダメですね。お前はダメだ。君いつ？君いつ？あなちゃん、シティブログでプロフィール写真についてちらっと書いて、ね、書いてましたね。オフショットもなんかもあったり。ね。そう、眩しかったみたいですね。君いつ？君いつ？なんかあれだな、なんか映画とかの略みたいな、なんだろう、君いつ、君のいつも、君のいつも隣にいる存在でありたいみたいなそうね、ありそうじゃない、君いつ、あ、君といつまでもいいね。あ、君をいつも見ている。あー、危ない危ない。君のいつも隣にいる存在でありたい、だって隣にいる存在でありたいってことじゃん、君いつ、えへへ。あ、君はいつも食べながら配信している、えへへ、面白い。君はいつも配信で絶対岡田奈々っていうワードが出てくるよね。君いつ、あ、一歩間違えたストーク、いや、これその君いつはあれですよ、お互い公認の君いつ、君のいつも隣にいる、だからこうお互い公認の中ってこと、ちゃんと、そうです、君いつはちゃんと設定がある。あ、広瀬すずさんで言ってた、確かに。でも主役はね、ぜひ滝野由美子で、そう、黒髪ストレートロングで、ちょっと頑張ろう。あはやーって、あはやー、君のいつも隣にいる存在、主人公どっちなんだろうな。私が私の隣にいる存在でありたいのかな、それとも私がその人のいつも隣でいる存在にありたいのかな。演技うまいもんね、ユミに。わらわらわら。でもさ、バカにするほど私演技したことないから、そう。まだね、まだバカにできないですよ。私がこう何かに出させてもらった時に初めてバカにしてください。はい。お願いします。だから隣に行ってやるよ。ツンデレってやつですね。二十歳ですけど、設定は高校生です、もちろん。あ、なあちゃん、なるほど、いいですね、ななさんとダブル主演で、ダブルヒロイン、こうあれだな、仲のいい親友的な、そう、いいですね。うーん、学生の時の演技経験は、あー、幼稚園の時に豚のコックさんの話、ライオンのオーレくんっていうライオンの主人公のやつ、劇の豚のコックさん役した、そう、豚のコックさん、幼稚園の時、年中さんかな、違う、年長さんだ、年中さんはね、桃色の歌っちゃダメだ
著作権著作権と松浦彩さんの歌を踊りました。そうエースコックとかじゃない普通に、ね、で一個覚えてるセリフがあって家事よーキッチンが家事よーっていうのでわーってみんなで回って三周回ったらあっオーレくんが戻ってきたっていうのそうそうセリフさんぐらいだったかなそうよく覚えてるそうすごい覚えてる覚えてるなんかねそうライオンのオーレくんっていう話確かに教科書にも載ってたと思うだから知ってる人は知ってる話なのかなそうなんか知らないかなみんな火事になってオーレくんが助けに戻っちゃうのそれでその助けに戻られた側は助かるんだけどオーレくんはこうもう戻ってこないっていうでもそのまんまだったかな最後いなくなっちゃったらちょっと幼稚園だもんなちょっと設定は変わってたのかもしれないでも実際の話はそんな感じだったそうだったそうお空にそうお空にっていう感じでもオーレくんはなんだろうなそんなもともとヒーローじゃなくてなんかこうちょっと弱虫っていうかなんだろう嫌われ者じゃないけどなんかそうみんなのヒーロー的な存在じゃなかったのもともとそうだけどこう勇気を出して助けに行ったっていう話で私はノンフィクションドラマだとすごいですよねはいはいでもこれはねあれだねなんかサーカスのお話なのでそう私はオレオレ詐欺でしたって話オレオレってオレなんかねなんかで見たんだけどオレとか僕っていうのを好意を持ってる人に自分の一人称を言いやすいっていう話があってなんか好きな人には僕はとか俺はつまり自分の話をしたがるっていう意味でこう俺とか僕とか言いやすいんだってだから俺俺俺って私のこと好きなのかなっていうねそうじゃないね俺俺ってきっと勘違いだねおれおれってそうあゆみりんのことは好きだやったーやったー推しメンの前ではそうなっちゃうかもあーでも私お話聞くの好きなんで逆にこう話してくれないと私が逆に私言っちゃうからそうお互い好きだからねそうついつい話しちゃう俺とか僕とかそう私とかねうーん喋る方が好きああ私聞くのも好きだけどそうなんかついて喋っちゃうんだよねそうでねそうちょっと話すっごい理解しそう私よく喋る方ですあ自分のことを名前で言うかたまにあたまにじゃなくてね ST 結構いるよ逆に自分のこと
名前で呼ばない子って。だってふーちゃんもふーなあんなふーなななななふーなふーなって言うし、はるるんはうちなか、三河たるはかおかおはって言うし、ゆりもゆりはって言うし、かそうかのんもかのんはって言うし、あとはピオちゃんもあひなはひなはどっちでもいいよって言うし、ココアは私っていうわ、のんちゃんはのんちゃんっていう、のんちゃんはのんちゃんどっちでもいいよって、あさっきもさきっていう、さきっていう、まいはちゃんはまいはっていう、あちほちゃんちほっていうね、あいみんはそう、あいみ子供だから、そうあいみ子供だからわかんない、あいみまだ中学生だからっていうの何かあったら絶対言うの、あいみまだ中学生だからって、福ちゃんは福田はっていうで福田はっていうのは私が、あ滝野はっていうのと一緒ぐらいかも。そうこの前ちょっと話したけど、私そうあのふーちゃんとかとご飯行った時にこう何にするって話になって、こうすいませんって呼んで、こうなんちゃらくださいみたいな、んーじゃあ滝野はこれって言っちゃって、やばい誰だよっていうそう滝野はこれでお願いしますって言っちゃってそう店員さん相手に自己紹介しちゃった誰だよって話だよねそう天狗がそう面白かった、そう名乗りまーすそう誰ははそうなんか名乗られましてもって感じ、そうそういや店員さん程よくスルーしてくれた宣伝か何かでもないです、はい、そう他に誰がいるだろう、うん、誰がいるだろう、名前で呼ばない人、うん、パルトは自分で、あモモピョンは、あミチは普通に私はって言うと思う、あーちゃんがあずさはって言ったらちょっと可愛いよねあずさはどっちでもいいよって、あずちゃんはどっち、あずはどっちでもいいよとか言ったらさちょっと可愛くないですか、可愛い、なーちゃんはなーさんは私っていうな、そうね、あずにゃん、みーちゃんはみなみはって言うけど、みなみはって言えないの、あの子、みやんはなんかみなみはちょっと聞いてみてください、配信を、みなみはって言えてないの、みやんはみたいな、そう略しちゃってるの、へへね、かわいい、そう確かめてみてください、なあちゃんにゆみこって言われたいって、ああ私ね一回言われたの、そうあのね、そう言われたの、てへへとか言っちゃうけどあの暗闇のミュージックビデオで奈々さんがこう私を呼んで、私がこうぼ
あーってしてたの。あ、ごめん、今行くっていうシーンがあるんだけど、あれ実は私がこの街はどうなっちゃうんだろうって考えてたら、ユミコって言われてるの、あれ。はい、確認したい方はぜひ YouTube に上がっている ST48 公式の暗闇をチェックしてください。イエーイ。そう、あれ、じゃあちょっとセリフがあって、そう、それにね、ユミコって書いてあって、ナンさんはそのまま読んでくれたの。しかも私は、あれは、あのシーンはタメですね、全部。あ、ごめんって、お待たせみたいな感じ。そう。あ、ごめんなさい、すぐ行きますとかじゃなくって、そう、ユミコって言われてたんです。イエイ。燃える、燃え燃え。ナナって言ったの。うん、ナナちゃん、ナナちゃんって言ってた。そうで、お好み焼きのシーンもあれ同級生の設定だから、みんなナナちゃんとか、そう、みんなナナちゃんだった。えへへ。そもそも同い年、まあそうなんですけど、そう、そもそも同い年だけど、まあ大先輩ですからね。そう、大大大先輩、大大大大。今度行ってみて、なあちゃんって。ああ、まあでもなあさんは別に、多分なあちゃんって言っても別に怒んないよね。でも私はそんな呼べないです。そう、ただ、そう、ミュージックビデオは声入ってないです。そうそう、もう曲中ですからね、あのシーン。そう、お好み焼き屋のおばあちゃん可愛いか、そう、あ、おばあちゃんって星になるから開けてくれたのね。そう、ちょっとねシャイで、でも撮影の合間ずっと喋ってたのが使われてるな、2人でわーって笑ってるのとか。そう、いろいろ聞いたな。こう、いつから店をやってるかとか。なんか、あそこのお店は猫のグッズがたくさんあるんですけど、そのお話とか、しましたね。うん。ねえ、おばあちゃん可愛いですよね。ふーん。シャイ、俺もやって。一緒だ。猫好きにはたまらん、そう、猫好きにはたまらにゃいなんですけど、残念ながら滝野は犬派でーす。イエイ。そう、エビはかわす。そう、エビは隣の磐田市の お皿へ。 ドボン、ドボン。何話そうと思ったんだっけな、さっき何話そうと思ったんだっけ。ニックネームの前、なんか話そうと思ったんだよな。ああ でもすっごいぶり返しちゃうんだけど、さっきのライオンのオーレくんの話に戻ってもいいですか？ 別にそこまでして話す内容じゃないんだけど、そう。そう。思い出せてよかった。そう。思い出せてよかった。そう。私は豚のコックさんじゃなくって、ちょっと、なんだ、幼稚園で豚役ってちょっと、さあ、なんだろう、豚とかよりも、ちょっと、もうちょっと可愛いものがしたいじゃないですか。で、私は最初、うさぎがいいって言ってて、この話でも前もしたんだけど、私と何回も同じ話しちゃうから、すごい見てくれてる人とか、もう、なんか、そう、オチわかるけど、まあ、うんうんって、こう知らないふりして聞いてください。はい、そう、うさぎがやりたかったんです。だってね、うさぎはただのうさぎだったのかな、ただのうさぎって言ってもまあ喋るけど、豚は豚のコックさんだった。そう、でもこう、うさぎ屋さん、うさぎをやりたいっ
ていう人が何人かいて、あの豚のコックさんは誰もやりたがらなかったのってなった時に、どうしようってなった時に、幼稚園のゆみこちゃんは、あ、先生私が豚のコックさん行きますって言ったのそう、なんか別に、そう、それを先生がすごい褒めてくれて、あの連絡帳に書いてくれてて、それがね多分まだ残ってるんだよな。そう、なんかそれをね書いてくれたのが嬉しかった。先生がそれをすごく褒めてくれたのがすごい嬉しかった。うん、でも空気読んだっていうか、そう、別になんか、そう、舞台嫌って言ったけど、別に私はそのなんだろうな、別に舞台役でもよかった。うさぎは本当やりたかったけど、なんか、うん、特選隠し方上手なんだってなんだろうな、なんでそう言ったのか分かんないけど、そうやって言ったの。そう、それをすごく褒めてくれたのがすごく思い出に残ってる。で結果的にあの豚のコックさんの衣装超可愛くって、豚鼻とかじゃなくって猫耳みたいな、こういう豚耳みたいな超可愛いやつ、超可愛い猫耳みたいな感じのと、あとはこう茶色のファーみたいな感じの上に白いスカートみたいな感じのすごい可愛い衣装で、あのうさぎちゃんがね全身真っ白の、全身タイツじゃないけど、なんだろう、なんかうさぎの耳つけてるけど真っ白みたいな感じの服だったの。だからそれ見た幼稚園のゆみ子は、あ、豚ちゃんやっとってよかったって思ったっていうそう、めっちゃ可愛かったです、衣装が。そう、結果的に豚が可愛かった。そう結果オーライ、写真ね、どっかに残ってると思う。実家帰ったら多分あると思います。うん、そう、家事用、キッチンが家事用って、豚の特徴なし、でもなんか豚耳みたいなつけた、可愛かった。動画とか残ってんのかな。でもうちのお父さん結構動画いつもカメラ回してる人だから残ってるんだと思うね。いつか何かでいつか何かでね見れるのかな、どうなんだろうな。メール待ってます。でも持ってないからな私が。そう、家に帰らないとないです。そう、ユミリン記憶力あるね。あ、そう思って握手会に来ると、ちょっとあの、そう、期待外れですね。記憶力超悪いです。はい、本当に悪いです。そう、じゃあ壇上を読みます。13位、まこっちゃんさん、ゆみり本当に美人さんで可愛いね。おお、すごい褒めてくれるじゃん、ありがとうございます、嬉しい。第12位がねるっちさん、ありがとうございます。第11位が平野雄一さん、ありがとうございます。第10位が杉谷さん、元気そうで何よりです。今日はぐっすり眠れますね。眠れますように。眠れるかな、ちょっと頑張ります。明日も朝早いからな、寝ないといけない。第9位が立山キンキーさん、ミニオンさん、ありがとうございます。第8位が力也さん、お前いつ認定してもらえるように遠征頑張りますじゃあいろんなところで待ってます、ありがとうございます。第7位が、おいでます元気さん、千代香の弓講師、ゆう子の笑顔で元気充電、ありがとうございます、嬉しい。私も皆さんというの配信で充電完了です。
第6位が、なおさん、お前通選抜に入るのが生まれてからずっと夢でした。わあ、頑張り、頑張ってください、ありがとうございます。第、変わった。第13位、リアさん。第12位が、やばいやばい、あと1分。熊根パパさん、新幹線の種類を覚え中なんだけど、意外に難しいんで、難しいです。立山ケンケンさんが11位、10位がまこっちゃんさん、9位が、ケンケンさん、広島公園の1日でどっか絶対行きます。お、お待ちしてます。ありがとうございます。8位がリキアさん、7位がトイラさん、あ、やばいやばい、あと30秒。6位がナオさん読んだ、5位が、おみでます元気さん。読んだ、ありがとうございます。第4位が、マーボーさん、夢に早く行けますように頑張りします。ありがとうございます。お待ちしてます。お、間に合うかな。第、3位が、ハルミーさん、時のよ、かかみよし、いつもありがとうございます。鳥沢さん読んだかな、あ、ありがとうございます。第2位が、ナヨヤンさん、ダイスで攻撃かわいすぎて、お、やったー、嬉しい。その話題、初めてかもしれない。ありがとうございます。第1位が、中地さん、時のよ、福田かり、磯貝かの、みつき、さなつのさん、ありがとうございます。皆さん、ありがとうございました。おやすみなさい。明日も頑張りよみにー。